リス、少しいいかい？変だな、中から声はするのに。アリス、聞こえてないのかい？仕方ないか。悪いけど入るよ。アリス、楓から君の分の新しい下着もらったから届けに。このカップもダメ、こっちもダメだわ。何をやってるんだい？やあジャック、元気かい？声をかけても返事がないから悪いけど勝手に入らせてもらったよ。それでアリスは何をしてるんだ？カップを見てる？見たまんまだね。残りの2つはやっぱりダメね。もうどれも使えないじゃない。ねえアリス、そのたくさんのカップは一体どうしたんだ？あ、やだ、お通さん。もう入ってくるならノックくらいしてくれないと。すまない、何度もしたんだけど聞こえてないみたいだったから。そうだったの？ごめんなさい、気づかなくて。あ、もう恥ずかしい。それでカップばかり集めてどうしたんだ？そのこれは景色リビドーのせいなの、多分。ああ、景色少女の基礎知識、イツキにちゃんと習ったんだね。ええ、前から不思議に思ってはいたけれど、イツキさんの話を聞いてようやく納得したの。この自分にしかない不思議な衝動は私が景色少女だからで、そしてそれは当たり前のことなんだって。そうだね、景色リビドーは僕たち景色少女にとって決して変なことではないよ。それでね、私の景色リビドーなのだけど、どうやらお茶会を開きたいっていう衝動らしくて。それでカップを？そうなの、カップのセットを見つけたからつい拾ってきてしまって。ああ、もう変なもの拾い集める人だって思われちゃう。大丈夫だよアリス、僕たちはみんな景色リビドーを持っている。誰も笑いやしないさ。そうかもしれないけど。大丈夫、笑うやつなんて僕たちの中には誰もいないさ。それに僕もお茶会には興味ある。よかったらいつか同席させてくれないか？それは嬉しいのだけど、でもこのカップのセット全部壊れてて使い物にならないの。ああ、本当だ。こっちはひびが入ってるし、こっちは持ち手が取れちゃってるな。せっかく見つけたのに残念だね。でもね、私諦めないわ。いつかまたどこかでカップのセットを見つけてちゃんと揃えるんだから。だっていつかジャックと一緒にお茶会したいもの。応援するよ。だって好きな人のために頑張るってとっても素敵なことだと思うんだ。もしかしてお通さん、今の私の独り言聞こえてたの？うん、バッチリ。もう恥ずかしいわ。はい、どうぞ。ちょっと
お邪魔するね、アリスさん。お疲れ様、アリス。今日もいろいろ大変だったろう。いいえ、定期検査も訓練も生き抜くために必要なことだもの。全然大変なんかじゃないわ。アリスはすごいね。僕だったらもうヘトヘトだよ。今いる景色少女の中で私が一番新参者だから、遅れてる分頑張らないと。じゃあ頑張ってるアリスさんに私からプレゼント。プレゼント、じゃーん。これはカップ。僕が姫に話したんだ。そしたら姫が何か力になりたいって。この前独房エリアに調査に行った時にね、ちょうど見つけたの。少し壊れてるけどまだ使えるよ。私にくれるの？もちろん。でもその拾ってきたものだし、少し壊れてるから逆に迷惑だったら申し訳ないんだけど。うん、そんなことないわ。とっても嬉しい。ありがとう、人魚姫さん。どういたしまして。喜んでくれてよかったな。こんなに嬉しいプレゼントは久しぶりだわ。前は何をもらって嬉しかったんだ？それはこれよ。いつもつけてる髪飾り。そうか、とても大事な贈り物だったんだね。それをプレゼントしたのってもしかして？ええ、ずっと昔にジャックにもらったの。ギギ、ありがとう、ジャック。アリスさんの一番大事な宝物だね。ええ、これだけは絶対になくしたくないし、いつもつけていたいの。わかるよ、髪飾りに触るアリスさんの手、とても優しいもの。昔私人間の集落にいたんだけど、ある時から迫害されるようになっちゃったの。瞳の色がおかしいって言われて。今ならそれが景色少女だからってわかる。でもその時の自分は何も知らなかった。そして大人は誰も守ってくれなかった。アリスさん、いじめられたり避けられたり、私はだんだんと心を閉ざしていったわ。もちろんまともに接してくれる人も中にはいたわ。でもそれはあくまで自分に飛び火しない程度の接し方だったの。だから私は心を閉ざしたの。もう誰にも開くつもりはなかった。そんな中、たった一人だけが私に構ってくれたの。何度も何度もあっち行ってって言ってるのに、その男の子は全然これっぽっちも諦めてくれなかったの。逃げても絶対に追いかけてきて、隠れても絶対に探し出してきて、怒ったらしょげるけどまたついてきて。意外と推しが強いんですね、その男の子って。ええ、とっても強かった。先に根負けしたのは私の方だったもの。どうして私についてくるのって聞いたら、寂しそうに見えたって。私その時ようやく思い出したの。そういえば私寂しかったんだって。ずっとつきまとわれて、逃げて隠れて怒ってるうちに、寂しさや悔しさなんて忘れてたの。それで私久しぶりに笑ったの。寂しさを忘れてた私を寂しそうって追いかけてきたことが面白くて、その優しさが嬉しくて、だから私笑ったのね、ジャック。アリス、うん、なんでもないわ、ジャック。この髪飾りはそんなジャックが初めてくれたプレゼントなの。うんうん、わかるよ。ジャックさんのことを話してるアリスさん、本当に可愛らしいから。あ、見てて微笑ましいよね。恋する乙女のアリスさん、本当に素敵。そ
そんなこと、可愛くんなんて。照れてるアリスさんもとっても可愛らしいんだよ。もうそれ以上言わないで。とにかく人魚姫さんのくれたカップはそれ以来の嬉しいプレゼントってことなの。ありがとうアリスさん、プレゼントしてよかった。うん、僕もとっても嬉しいよ。姫、後で楓のところに一緒に行かないか。いいけど、何か支給品でももらうの？実は楓が密かに甘いものを手に入れたらしくって、少し分けてくれるって。本当に？よかったね、おつーちゃん。ああ、姫。うっ、大丈夫？おつーちゃん。大丈夫だ。それよりアリスの部屋に行かなくちゃ。大丈夫かアリス。一体何があったのアリスさん。おつーさん、人魚姫さん、いえ、その虹に、ジャック、一体どうしたんだ。ごめんなさい、私がいけないんです。私が欠けたカップの縁で指を切ってしまって、そうしたらジャックが突然暴れ出してしまって。アリスの傷を負ったから。どうやらそうみたいだね。アリスがカップに傷つけられたとジャックはそう認識してるみたい。それで敵であるカップを破壊してアリスを守ったんだ。ちゃんと見守っているんだね、ジャックさん。ジャック、もう大丈夫だ。アリスを傷つけるやつはもういない。ほら、大丈夫だから。そうだ、心を落ち着けて。ああ、見てごらん、アリスは無事だ。ほら、あなたのおかげで私は無事よ、ジャック。ありがとう、おつーさん。あなたが来てくれなかったら、もしかしたら。近くを通りかかったタイミングでよかったよ。指先以外に怪我はないか？ええ、なんともないわ。ごめんなさいアリスさん、私が欠けたカップなんてプレゼントしたせいでアリスさんに怪我をさせちゃって。いや、そんなことは。その上、ジャックさんのために用意していた大事なお茶会を台無しにしてしまって、本当にごめんなさい。いえ、だからそれは。おつーちゃん、どうしたの？結構苦しそうだけど。いや、ちょっと頭が痛くなって。それは大変ね、光のところまで連れて。大丈夫だよアリスさん、おつーちゃんは私が責任持って部屋に連れてって休ませるから。ジャックさんもまた興奮した時のためにおつーちゃんのそばにいた方がいいかな。じゃあアリスさん、私行くね。お茶会
台無しにしちゃって本当にごめんなさい。ほらおつーちゃん、私の肩に寄りかかって。ジャックさんもついてきてね。違うのに。珍しいな、アリスの方から呼び出してくるのって。確かに、もしかしたら初めてかもしれないね。ジャックを連れてきてとも言ってたから、何かの相談かな。ジャックのやつ、すごい喜びの感情で溢れてるよ。慌てなくてもアリスはこのドアの向こうにいるって。僕だ、ツーだ。アリス、入るぞ。はい、どうぞ。いらっしゃい、おツーさん、人魚姫さん。これは…もしかしてお茶会？ええ、そうよ。まあ、カップは足りないし、いろいろ強引に仕上げたものだけど。そんなことない。とっても素敵なセッティングだと思う。ああ、僕もそう思うよ。自分から叶えたね、アリス。さすがの行動力だ。ジャックさんも嬉しそう。ジャック、今度は取り乱したりするなよ。せっかくアリスが準備してくれたんだから。わかった。じゃあ僕たちはこれで。後で感想を聞かせてね、アリスさん。行ってしまうの？ちゃんとジャックは連れてきたし、まだ何か手伝うことあるならするけど。でも私たちがいたら、アリスさんはジャックさんとお茶会が始められないし。もう、そうじゃなくて。ちゃんとテーブルを見て。おつーさんと人魚姫さんの分もあるのよ。え、だってお茶会はアリスとジャックだけの時間じゃ。誘いは素直に嬉しいけど、でもいいの？邪魔にならないかな。もう二人とも気を使いすぎよ。邪魔なわけないじゃない。それに私はジャックと一緒に準備して、そしてあなたたちを呼びたかったのよ。四人でお茶会を開きたかったの。そうだったのね。ごめんアリス、君の思いに気づけなくて。私はね、おつーさんと人魚姫さんにずっとお礼がしたかったの。お礼？もうやっぱり分かってないわね、人魚姫さんも。え？だって私、アリスさんにお礼言われるようなこと。おつーさんと人魚姫さんは私とジャックを救ってくれたじゃない。崖から落ちるとき、ジャックは人魚姫さんを救ったかもしれない。でもその後、ジャックを見捨てずにちゃんとここまで連れてきてくれた。ジャックだけではたどり着けなかったわ。それは当然のことをしただけで。そして私をまたジャックに引き合わせてくれた。私がそのことをどれだけ感謝しているか。そう思ってくれていたんだね。なのに私ったら気づけなくて。アリスの感謝の気持ちに気づけなくてごめん。この間カップで怪我した時のことだって、人魚姫さんが謝る必要はなかったわ。なのにずっといつも私に気を使ってくれて。
私はジャックのことを大切に思ってる。でもみんなのことも同じように大切なの。だから一緒にお茶会しましょう。ぜひ同席させてくれ、アリス。もう遠慮なんてしてはダメよ。ああ、もう変な遠慮とかはしない。だから時間の許す限りお茶会を楽しもう。一緒にいるなんてできないもの。そう、それだけでも奇跡。本当に嬉しいのよ。でもね、実は初めは不安だったの。ジャックがこのような姿になって私を分かってくれるかなって。それにお通さんや人魚姫さんもどんな人か分からなくて、だからずっと不安だったの。あの、アリス。お通さん。ごめん、たまたま通りかかったらアリスの言葉が聞こえてしまって。正直に話してほしい。アリスは今も不安かい？最初は言った通り不安だったわ。もしかしてまたひどい扱いを受けるかもって勝手に怯えたりもした。でも今日までずっと過ごしてきて、お通さんや人魚姫さん、他の皆さん、みんな優しいんだって分かったわ。だから今はむしろ感謝しているの。そうか、ならよかった。昔も今もそうなのだけど、私の中でジャックという存在はとても大きくて、それだからこそ周りが見えなくなる時がたまにあるの。うん、それは十分理解しているよ。以前はジャックのことになるとすぐに自分を見失っていたわ。でも今はジャックを守ってくれたお通さんや人魚姫さんがいる。だからジャックのことで何かあっても以前より少し冷静で客観的に見られるようになったの。もちろん今もジャックが一番大切。でもみんなのこともとても大切なの。そうか、信頼してくれてありがとう、アリス。でもね。お通さんはそんなことないって分かってはいるのだけど、そのジャックと意思疎通ができることにたまに嫉妬しちゃうの。ジャックはとても頼りになるしかっこいい男の子だけど、僕の思い人は別にいるから安心して。そうなのね。よかった。それにジャックはアリスのことしか見えてないよ。それくらいはわかるだろ。やっぱりそうかしら。そう思っていいのかしら。ああ、ジャックはずっとアリスだけを見てる。きっといつかアリスにもジャックとはっきりと意思疎通ができる日が来るよ。これだけ思い合ってるんだからさ。そうよね。ええ、私諦めないわ。それでジャックったら体大きいのに私よりも掃除が上手だったの。きっとアリスさんのために一生懸命なんだと思うな。そうなのかしら。だとしたら嬉しいけど。あ、
お茶のおかわりはどう？いただきます。ああ、僕は大丈夫。なんか調子悪そうだけど、おつーちゃん大丈夫？調子が悪いわけじゃないんだ。ただその胸がきつくて。あ、おつーちゃんまた大きくなったんだ。あら、おつーさんって実は胸が大きいの？全然大きくなんてないよ。私の前でそんなこと言っちゃうんだ。もしかして大きいのに気を使って大きくないと言ってるの？だとしたらそれは逆効果ね。確かにその通りだよね、アリさん。人魚姫さん、まったくこれだから胸が大きい人は困るわ。でも実際のところ胸が小さい方がいいことばかりだと思わない？そうだね、アリさん、胸が小さい方が体は軽くて動きやすいし。胸が小さい方が戦いの時に邪魔にならないし、うつ伏せに寝るのも苦じゃないし。胸の小ささについて分かり合えて嬉しいわ、人魚姫さん。うん、私も嬉しいよ。そう、この胸の小ささは誇るべきことなんだよね。これからは大きな胸の時代じゃないわ。戦いにおいて非常に優位な胸を持つ私たちの時代なのよ。ごめんなさい、ここ終わっちゃった。ネムちゃん怪我してない？大丈夫？何の話だ？
ヌーとかどうとか。あ、おつーちゃん、アカネ様の服の裾がちょっとほつれちゃってるので縫ってあげようとしてたんです。別にいいって。申し出はありがたいけど、なんかめんどいし。いいえ、ほつれを見つけてしまったからには放っておけません。やらせてください。さあ、ここまでやってくれるって言ってるんだし、お言葉に甘えれば。そうですよ、どうぞ甘えてください。わかったよ。じゃあやってもらおうかな。はい、では早速縫いますね。うん、よろしく。チクチクチク。いた。うわ、大丈夫？少し針で刺しちゃっただけなんで、すぐに縫い終わりますから待っててくださいね。チク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 。チクチクチクと。よし、できました。ありがとう。あれ、なんか私の服と白雪のスカートが縫い合わされちゃってるんだけど。ああ、膝の上に置いてたから一緒になっちゃったみたいです。すみません、すぐ取ります。取りました。すみません、縫ってあげるなんて張り切ったのに。こんな結果で白雪は本当に不器用でダメな子ですね。様の役に立ちたかったのに、逆に迷惑かけちゃって。白雪、そこまで落ち込むことないよ。赤ずきんもそう思うだろ。赤ずきん？赤ずきん、最初は断ってたくせに。これくらい別に縫わなくたっていいと思ってたけど、白雪が頑張る姿見てたらなんか気が変わった。赤姉様、もう一度やらせてくれませんか？今度はうまくやりますから。いいよ、もう気の済むまでやっちゃって。はい、頑張ります。そういえば、おつーと人魚姫はどんな結婚式をしたのだ？え？結婚式？うむ、おつーと人魚姫は夫婦なのだろう。夫婦になるには結婚式をしないといけないとどこかの漫画に書いてあったぞ。また漫画か。そういえば結婚式はしてないね。僕たちは出会った瞬間から強い運命で結びついていたからね。そんな必要もなかったというわけさ。なるほどな。ではこれからするのか？する。そうかと言っても今すぐじゃないけどね。結婚式をするには足りないものが多すぎるし。そういえばそうだな。ここには教会もウェディングドレスもなければ新婦もいないからな。そういうことだ。どうせやるなら脱獄してからみんなを呼んで最高の結婚式をするよ。それはいいな。そのためにも一日でも早く脱獄しないとね。なんてハーメルには強がってみたけど、姫との結婚式したかったな。また
私もおつーちゃんと結婚式したい。姫、なんでここに？だって夫婦だもの、いつも一緒でしょ。そう言われると反論の余地もない。それでおつーちゃん、結婚式しないの？したいけどさ、ハーメルンに行ったことも嘘じゃないんだよ。実際ここには結婚式に必要なものがない。そうかな。私はそうは思わないよ。結婚式は互いに愛を誓い合うものでしょ。なら愛し合ってる二人がいればそれでいいと私は思うよ。確かにそうだね。ちゃんとした結婚式は脱獄した後にして、今ここで二人だけの結婚式をしよう。うん。僕は姫を、人魚姫だけを一生愛し続けることをここに誓います。おつーちゃんを愛し続けることをここに誓います。僕と結婚してください。はい、私の王子様。うん、ちゅ。どうやら僕たち勘違いしてたみたいだね。だね。だってこの二人だけの結婚式はもうしてたもんね。初めて会ったあの時、僕は君だけの王子になることを誓った。私はおつーちゃんの求婚を受け入れた。ねえおつーちゃん。なんだい姫。この二人だけの結婚式はみんなに内緒でたまにしようね。喜んで、僕のお姫様。あ、やあ親指。あ、いきなり声かけないでよ。びっくりするじゃない。ごめん、そんなに驚くとは思わなくて。次からは声をかけるときは前もって声をかけるようにしなさい。それ意味なくない？っていうか、ここシンデレラの部屋の前だよな。こんなところで何をうろうろしてたんだ？え、別にシンデレラの部屋に用があったわけじゃないわよ。なんだか外がうるさいですわね。ああ、騒がしくてごめん。あら、おつーに親指姫、何かありましたの？何もないわよ。私、用事を思い出したから。何か落としたよ。な、手紙か。宛先は。返しなさいよ。シンデレラへ。親指、シンデレラに手紙を出そうとしてたのか。あら、私に。それにしてはずいぶん古そうな手紙ですわね。だからこれは。それはあんたに宛てた手紙よ、シンデレラ。あの喧嘩の後、渡そうと思って渡せなかった手紙。仲直りしたいと思って書いたけど。そうだったんだ。でも結局渡しすぎれちゃった。バカみたいよね、そんなものを御社を大事に持っていたなんて。でもまた私に渡そうとしてくれたんですのよね。まあそうだけど。なら読んでも。笑わないでよね。もちろんですわ。それでは、シンデレラへ。私は。あ、音読禁止！
エビ姫はこんなことを思っていましたのね。なんて書いてあったんだ？それは書いた本人の名誉のためにも秘密にしておきますわ。そんな風に言われたら私が変な手紙書いたみたいじゃないのよ。だって謝罪の手紙のはずなのに全然謝ってないんですもの。でもそれくらいの方があなたらしいですわね。ちっちゃいくせに生意気なんだから。まあ本当なら私の方が年上でしてよ。でも見た目は私の方がお姉さんっぽいでしょ。だったら今は私の方がお姉さんなんだから。見た目だって前と全然変わってませんわよ。それなのにお姉さんぶるなんて納得いきませんわ。仲直りできたみたいでよかったね。息ぴったりだな。どこが？ほらやっぱり息ぴったりだ。気をつけて行ってこい。私の使ってたシャベルが全部壊れちゃったから見つけたら持ってきてほしいんだけど。だから何度も言ってるだろ、わざわざおつーたちに頼む必要はねえよ。俺がでかいので掘るからそれでいいだろう。どっち？もう守はちょっと静かにしてて。私も一緒に掘りたいの。わかったよ、しょうがねえな。ごめんねおつーくん。ほんと探索のついででいいからできればシャベルを見つけてきてほしいの。なんだかよくわからないけどシャベルを見つけたら持ってくるよ。ありがとう、おつーくん。今回の報酬だ。良さそうなシャベルがあったから持ってきたよ。ありがとう、おつーくん。これで私も一緒に掘ることができるよ。どういたしまして。それでそのシャベルで何をしてるんだい？俺たちはハーメルンのしもべたちの墓を掘ってるんだ。そうだったのか。うん、それでその時に私も一緒にお墓を作ってあげたかったから。まさか我のしもべのために裏でそんなことをしてくれていたとは。主として礼を言う。しもべたちを弔ってくれてありがとう。別に当たり前のことをしてるだけだ。なんだかんだあいつらもすっかり仲間だからな。うん、私たちがやりたいからやってるんだよ。そうか、光たちは本当に優しいのだな。おい、すまない、私的なことなので本来なら頼むべきじゃないのかもしれないが、ちょっと困っていてな。それはいいけど、困ってるって一体どうしたんだ？いや、実はどうにも視力が落ちたようでな。メガネの度が合わないんだ。視力が落ちたって、大丈夫なのかい？日常生活を送る上では問題ない。ただ、研究の時に少し不便でな。それで、君たちにお願いしたいのは、メガネがメガネのレンズを探してきてほしいんだ。それはいいけど、持ってきたものが度が合うとは限らないよ。そのあたりは大丈夫だ。ある程度ならこちらで調整できる。それに今のままでも研究ができないわけじゃないからな。探すのも暇があったらで構わない。わかった。ちょうどいいのが見つかるかどうかはわからないけど探してくるよ。すまないな。メガネのレンズってこれかな。ちゃんと度が合うといいんだけど。とりあえず依頼書に持っていこう。報酬だ。頼まれていたものを持ってきたよ。お、本当か。ほらメガネのレンズ。うん、よし。ちゃんと使えそう？ああ、これなら少し調整するだけで十分使えそうだ。よかった。度が合わなかったらどうしようかと思った。これでよく見えるようになり研究がはかどる。ありがとう、君たちのおかげだ。どういたしまして。けどせっかく僕たちが持ってきたんだ、
研究のしすぎでさらに視力を落とすのはやめてくれよ。善処しよう。では僕はこれで失礼するよ。やれやれ、あれは下手したらグレーテル以上の研究好きだな。善処するって言ってたけど、また目を悪くしそう。はよ。大きめのヘルメットってこれでいいのかな。光のところに持って行ってみよう。シュダ、ヘルメット持ってきたけど、これでいいかな。うん、これなら多分大丈夫。そうか、それはよかった。それで、このヘルメットは何に使うんだ。このヘルメットはね、ハーメルンちゃんのしもべさんたちに渡そうと思ってるの。え、なんで。しもべさんたちが危険なところにも行ってもらってるでしょ。だから少しでも怪我しないように、せめてヘルメットをつけてあげたいって思ったんだよ。なるほど、きっとしもべたちも喜んでくれるよ。だったら嬉しいな。これなら棚を作るのにちょうど良さそうだな。戻ったら依頼書に持っていこう。の報酬だ。良さそうな木材を持ってきたよ。ありがとう。これで棚が作れるわ。早速作らなくっちゃね。腕が鳴るわよ。今から作るのかい。だったら見学していいかな。別にいいわよ。へえ、棚ってこういう風に作るんだね。ただ釘で組み立ててるだけだからガッタガタだけどね。まあそれでもないよりかマシ。あ、木材割れちゃったけど。大丈夫大丈夫、また組み立て直せばいいだけだし、木材はまだあるから。あ、あ、ははは。豆袋か。小さいものだろうから見落とさないように気をつけておかないと。大事なものでもメルヘンに追われたら、確かにそれどころじゃなくて落としちゃうよな。見つかるといいんだけど。あ、これが例の豆袋かな。見つかってよかった。中身は豆だよな。袋に入れて大事に持っていたくらいだから、何か特別な豆だったのかな。今回の報酬だ。豆袋を見つけたお礼にって少し豆を分けてもらったけど、どうしようこれ。ああ、これ依頼のお礼にもらった豆だよ。え、ジャック、この豆欲しいの？どうするつもりだ？食べるんだ。珍しいこと言うね。まあいいや、僕が持っていても仕方ないし、欲しいならあげるよ。はい、あーん。美味しかった？よかったね。気をつけて行ってこい。すまん、オズ。ちょっと相談があるんだが。相談？別にいいけど、なんだい？ああ、この解放地区の見回りなんかをパーメルンの下僕のメルヘンたちに手伝ってもらってるんだけどさ、いちいち声かけて回らないと集まってこないから、頼み事するの面倒なんだよ。それで
あいつらを集めるための道具かなんかあればいいと思うんだが、なんか心当たりはないか？僕はちょっと思いつかないな。ハーメルンはどう？あやつらはこの我の下僕だぞ。我以外に統率できるわけがなかろう。ハーメルンにも心当たりはないみたいだね。そうか、わかった。じゃあしょうがねえな。面倒だけどどうにもならないわけじゃないしな。この話は気にしないでくれ。そういうわけにもいかないだろ。外で何か探してくるから待っててくれ。でも忙しいだろ。いいのか？片手間で探すくらいならできるよ。見つかるかどうかはわからないけどな。探してくれるだけでも大助かりだ。ん？これは笛？これなら、マモルがハーメルンの下僕を集めるのに使えるかもな。の報酬だ。マモル、この間のことだけど、これなら集められるんじゃないか？これは、笛か。確かに、これなら良さそうだな。ちょっと試してみるか。この辺でいいかな。お、集まってきた。これでいちいち呼び回らなくて済むぜ。うまくいったみたいでよかったよ。あ、お前らのおかげだ。ありがとうな。我の下僕は笛で集まるような単純な奴らだったのか。気をつけて行ってこい。本当にたまたま見つけたらでいいんだけど、小さくて軽いダンベルがあったら持ってきてくれない？別にいいけど。小さくて軽いのでいいのか？私が使うわけじゃないからね。そうなのか？とりあえず分かった。もし見つかったら持ってくるよ。悪いね、こんなこと頼んじゃって。別に構わないよ。じゃあ行ってくる。おお、このダンベルすごく軽い。楓の依頼はこのダンベルを持っていけばいいかな。しかし、楓じゃないなら誰が使うんだろう。報酬だ。とりあえず見つけたから持ってきたけど、これでいいの？かなり軽いよ。お、持ってきてくれたの？ありがとう。むしろこれくらい軽い方がちょうどいいと思うし、大丈夫。ならいいけど、それで結局これは誰が使うんだ？楓じゃないんだろ？そうだね。なんならついてくる？今から私に行こうと思ってるのよ。じゃあお言葉に甘えて。じゃあ行きましょう、研究室に。ほら、これだけ軽ければモテるでしょ。いつきも体鍛えないとダメよ。なんで僕が？わざわざおつーちゃんたちが持ってきてくれたんだから、とりあえず持ち上げてみなさいよ。わかったよ、しょうがない。ほら、重い。嘘でしょ。僕は頭脳労働専門なんだ。君と一緒にしないでくれ。あんたが弱すぎるだけでしょ。これは気をつけて行ってこい。よく来てくれたわ。もう本当私今困ってるのよ。なんかいつも以上に様子がおかしいけど、どうしたんだ？それが私の部屋にゴキブリが出たのよ。ゴキブリ？そうよ、マジ無理。あんなのがいる部屋じゃ私眠れないの。そんな大げさな。大げさじゃないんだよ。お願いだから、なんかゴキブリを退治できるものを持ってきてちょうだい。だいたいゴキブリよりメルヘンの方が怖いじゃないか。
それとこれとは恐怖の種類が違うのよ。ねえお願い、本当にお願い。はあ、分かったよ。これは貸しだからな。これは宝山団子、ゴキブリ殺せるみたいだし、これでいいか。今回の報酬だ。匠、持ってきたよ。おお、これで奴らを退治できるわ。ありがとう、おつーちゃん。はいはい、それはよかったね。で、そこにいるのゴキブリじゃない？何？ここで会ったが100年目、成敗でござる。悪は滅びた。たくみ、ゴキブリ平気じゃないか。気をつけて行ってこい。ああ、ジャック、こんなところにいたのか。ぼーっとしてどうしたんだ？あれって監獄島を見てたのか。それより依頼を受けたんだ。行こう、ジャック。わが、ねえおつーちゃん、ジャックさん今日はずっと監獄島を見てるの、どうしたんだろうね。そういえばそうだね。の報酬だ。ジャック、また監獄島を見てたんだ。そんなに監獄島が気になるのか？あれが欲しいとか？じいか、上？あの上に登りたいのか？それは大変そうだ。でしょ。うん、僕たちの仲間も増えたからね。それで髪留めを注文する人が増えたんだけど、在庫がなくなっちゃったのよね。だからできたらでいいんだけど、髪留めになりそうなものがあったら拾ってきてくれない？わかった、いいよ。僕もちょっと欲しいしね。よかった、じゃあよろしくね。髪留めはこれだけあればいいかな。依頼書に持っていこう。今回の報酬だ。楓、髪留め持ってきたよ。本当に？ありがとう。これだけあれば当分は大丈夫だと思うわ。でも見事に可愛いヘアピンばかりね。これを男の人がつけるのは躊躇しそう。悪いけどその辺は我慢してもらうしかないかな。ま、それもそうね。見つかっただけよしと思わなくちゃね。ところで楓も結構髪長いけど、こういう可愛いヘアピンは使わないのかい？私？ないない、ガサツの私がこんなのつけても似合わないって。そうかな、結構似合うと思うけど。そうかな。ほら、この赤っぽいのとか似合いそうだよ。そういうなら、気が向いたら私もたまには可愛いヘアピンをつけてみようかな。それがいいと思うよ。このズタズタに切り刻んでやる。もっと苦しめ、もっと叫べ。
姉ちゃん。赤ずきんのやつ、調子を取り戻してきたのかもしれないな。だけど、メルヘンやナイトメアに対しての憎悪が前にも増して強くなっている気がする。あんたもそう思う？親指、気づいてたんだ。当たり前でしょ。まあ、いつまでも塞いでいるよりは元気になった方がマシだけど。それにしても戦い方が豪快というか、容赦がないというか、もっと他にやりようがあるでしょうに。それにどこか楽しそうなところもあって、まるで暮らすこと自体に喜びを感じているみたいで、なんだか怖い。あれ、なんだ、もう終わり？つまんないの。赤ずきん、調子良さそうだね。うん、おかげさまで絶好調だよ。お姉ちゃん、怪我してる。怪我？ああ、ほんとだ、気づかなかった。さっきみたいに大雑把な戦い方ばっかりしてるからだよ。知らないうちに自分で切っちゃったんだな。そんなこともあるよね、失敗失敗。もうお姉ちゃんたら、笑ってる場合じゃないよ。手当てするから傷を見せて。ねえ、いいよ、これくらいつばつけときゃ治るって。ダメ、放っておいて悪化したらどうするの。いいから見せて。はいはい、人魚は心配性だね。お姉ちゃん、なんだか生き生きしてるね。そうかな。でもまあ、確かにそうかも。だって嬉しくってさ。やっとリハビリが終わって、思う存分メルヘンやナイトメアを殺せるからね。いやー、思いっきり戦えるって気持ちいいね。気分爽快。やっぱゴーでなくっちゃ。お姉ちゃん、あのね。あ、何？あんまり無茶はしないで。無茶なんてしてないけど。でも今は放っておいて。あれが放っておいていい顔かっての。まったく。